はい、スポーツ報知のお時間です。どうも水井です。秋季練習2日目、雨です。ジャイアンツ球場来るまでにね、ズボンびしょ濡れで、でもカメラは無事なんで行きましょう。宮崎フェニックスリーグの方から、井上温人投手が5回無失点、その後完封リレー、湯浅選手のソロホームラン、その1点1対0と。井上投手ね、相変わらずの無双ぶり、安倍監督のもとにも届いていると思います。こちら三塚選手、左膝大きな怪我手術をしてから、まあ歩行練習とこういうキャッチボールですね。で、下半身コンディション不良、木間選手。まあ14日から始まりましたこの秋季練習、安倍新監督のもとね、間もなく新コーチ陣のね、組閣は発表されると思いますんで、その際は、コーチプロ野球チャンネル、しっかりと報じます。船出になって2日目、阿部監督、今日はね、昨日は対話を重視しましたが、今日は教えました。ブルペン行きまして、まず高梨投手が立ち投げからのピッチング、ね、こうやって続々と集まりまして、45番畠投手、手前今季4勝、横川投手、山崎投手に鴨内投手、ね、この中から一人でも多く出てきてくれれば、そんな中で登場しました阿部監督。真っ先に向かったのが45番畠投手、まあ、肩肘の手があってね、私は3軍にいることが多かったですが、早速再生術、阿部監督、とにかくコース投げられないのに、だからど真ん中狙って投げてみてくださいと。逆の発想じゃないけど、コース狙って真ん中行くのが打たれるんでしょと。多分ど真ん中投げるのも難しいと思うよ。畠投手ね、ここ数年苦戦してます。そうだね、そこは多分コントロールばっかり意識してんのかなというところがあるから、まあそこも大事なんだけど、ど真ん中に投げ込む度胸があるかないかっていうね、最後はそういうところになると思いますと。阿部監督ね、あくまでキャッチャー出身のキャッチャー目線として、そしてバッター目線で、ね、ピッチャーを見てます。他のピッチャーにもね、同じように伝えるそうです。とにかくど真ん中に強いボールを投げろと、腕を振れと、コースに投げようと思って力を加減して強い球が打たないんじゃ意味がない。コースを狙って、それが投げミスになって真ん中になって打たれている。ね、本当にキャッチャー目線からの逆の発想。このね、シーズンが終わったばかりの秋ですから、今はコースに投げるというよりも、強い球をど真ん中に放る。ね、そこから、コントロールのあるピッチャーをどんどん散らしていくと。今は強い球を求めることが一番です。しっかり腕を振るのが大事ですか、それとも意識が大事なのか、まあ、そんな質問に、意識だね、気持ち、意識、最後困ったらアウトローって言って、アウトローブシッと言って、まあ、ボールと言われるのか、ど真ん中投げて、腹
空振り取るんだと、打ち取るんだと思っていくのか、まあそういう意識の問題だと思うと。メンタルですか？そうだね。技術がなかったらここにいないはずなので、そこを改革していければいいかなと思います。阿部監督ね、メジャーリーグのポストシーズン見てたそうです。まあ、最後のバッターがど真ん中で三振していたと、アウトローじゃなくてど真ん中で三振して終わっていた、そのを見てね、うん、やっぱり腕を振る迫力を持って投げ込んでくる、それがど真ん中であろうと、やっぱりバッターは迫力に収めることも、まあ もちろんコースは大事、コントロールは大事なんですけども、加減してね、コース四隅に投げるよりも、やっぱりキャッチャーとしては強い球、さあ来いと、その気持ちですね。キャッチャーミットを押し返すぐらいの気持ちが欲しいんでしょう。横川投手、その阿部監督から教わりまして、まあ、この時期なんでコースにこだわらずにゾーン内で勝負するために、まずは真ん中を意識してど真ん中に投げるようにみたいな話でしたと、まあ、光栄なことです。しっかりとアドバイスもらいながら自分のものにしてアピールしていくってことが大事だと思いますと。横川投手ね、シーズン中も阿部ヘッドからいろいろ助言もらっていたそうです。まあ、主には配球面ですね。おさることを実践したら全てがことごとく良かったと。だから横川投手、阿部ヘッドにはずっと感謝してるんです。まあ、記者から監督は、まあ、俺も変わるからみんなも変われよと言ったことに対して、去年今年とね、優勝できてなかったので、自分自身も若いから自分のことだけ考えてとかじゃなくて、自分がどうあるべきかを考えながらやっていきたいと思いました。まっすぐの強さは変わらず求めていきたい。続いて畠投手、外とか内を狙って甘い球が行くんなら、真ん中に強い球を投げてファールを取るようなイメージで、ミスショットした時に、まあ、コースにいいところで相手をずらせばとりあえずはいいんじゃないかと。まっすぐの強さを求めていってほしいと言われました。阿部監督ね、ところどころでトラックマンのデータを見ながら、まあ分かりやすく伝えてました、ね、それに対しても畠投手、まあ、変化球を投げた時なんですけど、まあ、チェンジアップでしたね。球を遅くしようとすると腕の振りで分かっちゃうから、まあ、チェンジアップとかでもその中のマックスを求めていこうぜと、まあ、そんな話です。まあ、キャッチャー経験のある監督でね、ピッチャーとしても学ぶ時も多いと、まあいろいろ以前も教えていただいて、まあ、打者としてもすごかったですし、キャッチャーとしてもこういうふうに攻めたかったとか教えてくださるので、その部分ではいろいろね、今後も参考にさせていただければと。すぐにいろいろ教えてくださるのは自分にとっていい経験になると思いますと、畠投手。この映像いいですよね。鏡の杉内投手コーチ、まあ、このチーム、このね、杉内投手を筆頭に実績豊富なピッチングコーチがたくさんいます。新聞にも出てましたが、内海哲也さん投手コーチとして来てくれるでしょう。いろんな教え、
いろんな角度からのね、教えを、まあ、安倍監督も含めて、いいところだけを取って、自分に合わないものは勇気を持って捨てる。そういうことも、一流選手になるには大事なことだと、以前、安倍監督おっしゃってました。ね。教わったことを全て聞き入れるんじゃなくて、捨てる勇気も必要。まあ、そんな、助言として、教え回っていました。安倍流再生術。はい。まだまだ続きます。ありがとうございました。